はい、どうも、なぎです。というわけで、今回は役割別ティアランクのサポート&回復役編ということで、いよいよね、この役割別ティアランクの解説も最終回となりました。まだメインアタッカー編、そしてサブアタッカー編を見てない方は概要欄、もしくはコメント欄の URL から、ぜひそちらもご覧ください。そして今回の最終回は、サポート役&回復役編ということで、同じティアランクでサポート役と回復役がごっちゃになっています。まあ、これは多分、サポート役だけど回復を持っているキャラクターがいたり、そもそも回復役と呼べるキャラクターの数が少ないっていうのが、多分今回セットでランク付けされた理由なのかなと思います。にしても今回のティア表もね、かなり的確なランク付けになってますね。はい、それじゃあいつも通りこのティア表でティア0とティア1のキャラクターがなぜこの評価を受けているかなどを可能な限り詳しく解説していきたいと思います。では、僕自身実況者という都合上、今まで結構いろんなキャラクターを育成してきました。ガンガン生物周回、そして厳選というよりかはどちらかというとキャラ育成に力を入れてきたつもりです。まあ、結構ね、僕自身キャラクターの育成が好きなので、そっちに力入れがちでしたね。まあ、なんで基本的には実際に使用してみての感想を中心にお話ししていくつもりなので、ぜひね、参考にしていってください。またこの動画の注意点として、今回紹介させていただくティア表っていうのはあくまで海外の方が個人で作成したものです。まあね、この表でランキングが低いキャラでも決して弱くて使えないというわけではないので、自身の好きなキャラクターのランキングが低かったとしてもあまり怒らないでください。では、まあ、今回はサポート役&回復役編ということで、主な評価のされ方としては、戦闘で便利な特殊能力だったり味方への強化とか回復能力の高さなど、キャラ自身の火力面はあまり関係ない、どれだけパーティー全体に貢献できる能力を持っているかっていうのが基準になってくるのかなと思います。あともう一点、このランキングは一部キャラには凸数がある前提でのランキングになっています。画像のキャラのアイコンの右下に小さく数字で書かれているので、解説の時に凸数についても詳しく触れていきたいと思います。一応ね、キャラ解説の時に他の凸の場合のお話もしていくつもりなので、そこもね、参考にしていってください。それではまずはティア0キャラクターから見ていきましょう。サポート&回復役編のティア0キャラは全部で3人。ウェンティ、ベネット、ジンの3人ですね。ベネットのみ1凸前提で、他の2人は無凸でティア0となっています。ではまず我らがダイソン、ウェンティから。もうこのキャラはどこにでもおる。メインアタッカー編でティア1、サブアタッカー編でティア0、そして今回のサポート役編でティア0ということで、本当に強い。まあなんといってもこのキャラは元素爆発が強いですよね。雑魚的に便利、火力も高い。以上です。もう解説する必要もない文句なしの最強キャラ。今までのティアランクを全て総合で評価した場合、ウェンティが一番評価高くなるんじゃないでしょうか。まあね、最近始めたユーザーのためにもいい加減早く復興ガチャ来てほしいところです。1体目は納得のティア0キャラ、ウェンティです。続いてのティア0キャラはジンですね。まあ、僕自身ジンっていうのはまだ育成はできていないのですが、このキャラはシンプルかつ強力な能力だということは理解しています。まずは元素スキルの火力の高さですね。敵を吹っ飛ばして落下ダメージを与えることもできますし、元素スキル自体のダメージも結構高いです。そしてヒーラーとして優秀な点として、元素爆発を使用すればジンの攻撃力次第ではパーティー全体が一瞬で全回復します。まあ、生き残ってさえいればどんなピンチな状況からでも一瞬で立て直せるっていうのは強いですよね。回復量っていうのも攻撃力依存で回復力が変化するので、ヒーラーかつ火力が高いっていうのが純粋に強いです。他のヒーラーっていうのが基本的に元素反応ぐらいでしか火力貢献ができないんですが、ジンと後ほど解説する7っていうのはキャラ単体の火力面でもパーティーに貢献できるっていうのが強いポイントの一つですね。その証拠にジンはサバタッカー編でもティア1の評価を受けています。純粋な火力の高さ、そして圧倒的な回復量からティア0評価となりました。それでは続いて3体目のティア0キャラはベネットになります。このキャラね、未だに覚えてるんですけど、リリースされた当初は全然見向きもされず、同じ炎元素キャラということでリルックの劣化とか言われてましたからね。ただだんだんとその能力のヤバさが注目され始め、今ではたった1凸で他の星5キャラを抑えてティア0評価を受ける環境キャラとなりました。まあ、このキャラね、なんといっても元素爆発のダメージバフが強すぎます。元素爆発発動後のエリア内にいれば全ての攻撃のダメージが上がるっていうのがね、ただただヤバいですね。まあ、ただしね、このキャラの元素爆発、無凸だと制限付きのバフになるんですが、なんと1凸することでその制限が一切なくなります。これで制限がなくなる上にそこそこの回復能力もついているので、サポート役としてこれ以上優秀な能力は他にないんじゃないでしょうか。まさにサポートの中のサポート、特定の元素とか元素反応の火力が上がる元素熟知とかじゃなくて、純粋に全ての攻撃の火力が上がるっていうのはやばいです。星4ながらたった1凸でティア0評価を受ける化け物、それがこのベネットというキャラクターになります。はい、ということでサポート&回復役編のティア0キャラはウェンティ、ジン、そしてベネットの3体となりました。まあ、どのキャラクターも他のキャラにはない突出した能力を持っているので、ティア0評価っていうのは納得かなと思います。それではここからはティア1キャラの解説に移りたいと思います。
ティア1キャラは全部で5人です。まず1人目が1凸勝利、そして無凸7、1凸ディオナに無凸バーバラ、そして最後が1凸スクロス。こちらの5人ですね。それではまずは2凸勝利の解説からやっていきましょう。まあ、ネットではね、散々な評価を受けている勝利先生ですが、今回のティア表では、サバタッカー、そしてサポート役の両方でティア1となかなかにいい評価を受けています。まあ、サポート役では2凸でティア1という評価にはなってしまったんですが、個人的には無凸でも十分ティア1の能力は持っているかなと思っています。これ凸してあげることで、元素爆発でシールドを貼ることができる量になるんですが、まあ、元素スキルで貼るだけでも十分サポートとしては優秀ですし、無凸でもサポートとして運用する際には、まあ、特に困らないんじゃないかなと思います。別に火力が上がるわけではないですしね、まあ、ただもちろん2凸することで元素爆発でシールド貼れるようになるので元素スキルを長押しで使う必要がなくなるっていうのは強いですね。ここは2凸の一番強いポイントかなと思います。まあ、なんといっても勝利が強いのはその防御性能の高さです。先ほどから話しているこのシールド能力っていうのが圧倒的に強くて、他のキャラの追随を許さない圧倒的な HP からなるシールドの硬さ、そしてそのシールドの継続時間の長さとリキャストタイムの短さから唯一シールドを1秒も切らすことなく回し続けることができます。加えて元素爆発も非常に優秀で、元素反応で火力こそ伸ばせないものの便利な石化能力と育成次第では単発10万ダメージが出せる非常に強力な元素爆発を持ったキャラクターとなっています。必要元素エネルギーも40とめちゃくちゃ少ないので、うまく回してあげれば元素スキルのように元素爆発を連打することが可能です。まあ、通常攻撃と元素スキルのねところで火力面では少し不安があるものの、圧倒的なシールドの防御力と元素爆発の強力さから勝利はティア1評価となりました。それでは続いてのティア1キャラは7です。このキャラはジン同様に攻撃力依存で回復量が上がる脳筋ヒーラーとなっていて、ヒーラーでありながら自身の攻撃である程度の火力が出せるキャラクターとなっています。元素スキルはジンほどの火力は出ないものの、継続的に氷元素ダメージを与えることができます。なので他のキャラの元素と組み合わせて大ダメージを敵に与えることができますね。元素スキル、元素爆発ともに回復量自体がめちゃくちゃ優秀で、加えて通常攻撃でも回復を付与することができるので、通常攻撃、元素スキル、元素爆発の全てで回復を行うことができます。まあ、ここはヒーラー役としては非常に優秀な性能をしてますよね。ただしジンやバーバラと違って瞬間的にパーティー全体を回復することができないので、ここが7がティア1に落ち着いた一番の理由かなと思います。まあ、とは言ったものの、能力自体はどれも優秀でどれも非常に強いですし、なんといっても貴重な氷元素持ちのキャラなのでティア0に近いティア1キャラかなとは思っています。それでは続いてのティア1キャラは1凸ディオナになります。このキャラもヒーラー役のキャラクターとなっていて、シールドを付与しつつ味方の回復ができるという少し変わったキャラクターになります。これね、シールドとか回復量っていうのが HP 依存なのでディオナ自身の火力面ではあまり期待できませんが、シールドを作りながら味方の回復ができるというだけで評価はめちゃくちゃ高くなるかなと思います。さらに1凸効果では元素エネルギーの回復ができるので、うまくね元素チャージ効率とかを積んであげると元素爆発の回転率自体も結構ね高く保つことができるんじゃないでしょうか。そしてその元素スキル、元素爆発ともに敵に氷元素を付与しやすい能力なので、元素反応で味方の火力を大きくサポートできるっていうのも強いですね。先ほどの7もそうなんですが、氷元素キャラっていうのはメインアタッカーと非常に相性のいいキャラクターが多いです。ディルックだったりクレイだったりレザーだったりがそうですね。まあ、なんで元素反応で味方の火力をね大きくサポートしてあげましょう。一応今回のティア表では1凸でティア1という評価になっているんですが、このディオナ6凸できれば正直普通にティア0に入るかなと思っています。6凸することで味方の元素熟知を上げることができるので、このキャラ1体だけでシールド付与に回復能力、そして氷元素付与、さらに味方の火力サポートと1人で2役分ぐらいの役割をこなすことができます。まあ、なので6凸することができればね結構ティア0でも納得なキャラクターになるんじゃないかなと思ってるんですが、ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。ただしディオナの注意点が1つあって、元素爆発の回復っていうのが味方全体ではなくて出場しているキャラクターのみな点には注意が必要です。まあ、強いて言うならそこがねディオナの少しネックになってくるポイントですね。まあ、それを差し引いてもシールド付与と回復能力っていうのが本当に強力なので、持っている方はぜひ育成してみてください。それでは続いてのティア1キャラは無凸バーバラになります。このキャラクターの強みはなんといっても元素爆発によるパーティー全体の瞬間回復、そして元素スキルによる継続的な水元素付与と、ザ・ヒーラーと言わんばかりの純粋なヒーラーといったイメージのキャラクターです。まあ、ディオナ同様に回復量が HP 依存なので、よっぽど火力に特化しない限り火力面では基本的に役に立ちません。まあ、中にはバーバラを火力特化にしている変態な方もいるみたいなんですが、まあ、それは例外ということで、まあ、火力が出ない分水元素付与の元素反応でパーティーに貢献してあげましょう。ただしこのキャラの注意点として、元素スキルは自身にも水元素を付与してしまうため、氷元素持ちの敵がいる場合には注意が必要になります。結構すぐ凍らされます。ここが一番バーバラでネック
になってくるポイントですね。氷アビスとかがいるときはね、かなりストレスなので、ここはかなり注意が必要になります。まあ、今回は無凸でティア1との評価でしたが、6凸してあげることで15分に一度の自動回復、まあ、ザオリクのような能力もつくので、持っている方はぜひ一度育成してみてください。はい、それでは最後のティア1キャラはスクロースになります。まあ、このキャラね、第2のウェンティとも言われている、風元素2人目の掃除機です。まあ、ダイソンほどではないにしろ、敵はある程度1箇所に集めることができるので、ウェンティがいない場合は絶対に1体は育てておきたいキャラクターになります。まあ、吸引力ではダイソンに勝てないものの、その分火力面ではウェンティよりも強力なので、元素爆発、そして元素スキルに特化させて、パーティーで活躍させてあげましょう。まあ、一応効果で元素スキルも強力になるので、まあ、敵を吸引しつつ大ダメージを与えることができるということで、ティア1キャラとなりました。まあ、一家に一台は欲しい掃除機なので、対雑魚敵のためにもね、ウェンティかクロス、このどちらかは必ず育てておいてあげましょう。はい、ということで、以上の5キャラ、2凸勝利、無凸7、1凸ディオナ、そして無凸バーバラ、最後に1凸スクロス、以上の5キャラがティア1キャラとなりました。まあ、ぶっちゃけると、ディオナと7に関しては、ティア1でもいいのかなとも思いますね。特にディオナは実際使ってみると、シールドと回復の両方を持っているっていうのがね、いかに強いかが実感できると思います。そこにね、6凸で火力アップまでつきますからね。実際使ってみると、このキャラはやばいです。ぜひ、持っている方は一度、育成してみてください。個人的にかなりおすすめのキャラクターです。では、キャラの強さは大体分かったと。それじゃあ、そのキャラをどういう風に育成していけばいいんだと思う方も多いと思います。まあ、原神っていうゲーム自体がね、かなり自由度が高く、選択肢が多いので、やっぱり育成は悩みますよね。まあ、その育成の方法に関しては、生放送なんかでも質問を受け付けているんですが、今回ね、そんな育成悩むって方のために、特に、今回僕がおすすめしていたディオナ、そしてウェンティのおすすめ生物とか武器、パーティー構成について解説している動画を概要欄に載せてあるので、ぜひそちらを見てみてください。まあ、他のキャラの育成に関しても、今後育成が終わり次第、順次解説していきたいなと思っているので、チャンネル登録をしてお待ちいただけると幸いです。それでは、今回の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。